オパンベプンはサーバ間に暗号化されたトンネルを作成するためのオープンソースのバーチャルプライベートネットワークソフトウェアであるジェームズ・ヨナンが開発し GNU ゼネラルパブリックライセンスでリリースされているオパンベプンは事前に共有しておいた秘密鍵、公開鍵証明書、ユーザ名、パスワードを使ってピアーツーピアーの相互の認証を行うオパンするや SSLV さ TLSV1 プロトコルを利用する。ソラリス、Linux、o パン n b ド、s d ー f r e e b ブ s d n e t b s d Max、Windows などで動作する。様々なセキュリティ機能や制御機能を持つ。他の VPN システムとの接続には対応しない。クライアント側も、サーバー側も1個のバイナリーとオプションの設定ファイルから構成され、使用する認証方式によって、いくつかの鍵ファイルが必要となる。 オパンベプンはオパンするライブラリーを使ってデータチャンネルと制御チャンネルの両方の暗号化を行う。暗号化と認証処理はオパンするに任されており、オパンするパッケージに含まれる任意の暗号方式を使うことができる。Mac パケット認証機能を付加的に使用してコネクション時のセキュリティを強化することもできる。さらに暗号化をハードウェアによって行い、性能を強化することもできる。 相互の認証はいくつかの方法がある。オパンベプンが推奨している方法は、事前共有した秘密鍵、公開鍵証明書、ユーザ名、パスワードを使った認証である。事前共有した秘密鍵が最も簡単であり、公開鍵証明書が最も眼件で機能が豊富である。ユーザ名、パスワードを使った方法は、新しい機能であり、クライアント側の認証を不要とすることもできる。 ソースのトルボールにはパールスクリプトによるユーザ名、パスワード検証と新言語によるパムの例が含まれている。オパンベプンは全ての通信を一つの IP ポートに多重化する。UDP でも TCP でも利用可能である。ほとんどのプロキシサーバーを経由しても大丈夫で、ネットワークアドレス変換経由でもファイアウォール経由でも通信可能である。サーバー側からクライアント側に 特定のネットワーク設定を送信することもできる。オパンベプンは、ツン、TAP ドライバ経由のネットワーキング方法を2種類提供する。ネットワーク層での IP トンネル、またはデータリンク層でのイーサネット TAP のどちらかを使うことができ、後者では任意の種類のイーサネットのトラフィックをやり取りできる。また、オプションで ローソデータ圧縮ライブラリーで転送データを圧縮することもできる。IANA はポート1194を公式にオパンベプンに割り当てている。新しいバージョンではデフォルトでそのポートを使用するようになっている。バージョン2.0では一つのプロセスで複数のトンネルを同時に管理できる。従来はトンネルごとにプロセスが必要だった。 オパンベプンはいくつかのセキュリティ機能も内蔵している。完全にユーザ空間で動作するため、カーネルでの IP スタック操作が不要である。オパンベプンは、ルート特権の禁止機能、マラコールによる重要データのスワップアウト禁止機能、初期化後にクルートによってルートとされたディレクトリ以外にアクセスできなくする機能などがある。オパンベプンは、 PKCS ベースの暗号トークンによる IC カードサポートも行うコミュニティダウンローズ2019年4月2日閲覧ありがとうございます